はい、イギリスの KK 妊娠中この肌の色を懸念されという見出しが立ってますので <laughs> 読んでみましょう産経新聞ですねはい イギリス王室の公務を昨年引退したヘンリー王子の妻メーガン妃は7日放送のアメリカ CBS テレビのインタビューでアフリカ系の血を引くメーガン妃が長男アーチちゃんを妊娠した際英国、あ A、王室内部から肌の色を懸念する声があったことを明らかにした王子の称号を与えず警備も提供できないと告げられたという,ということですけどもね,でなんかね 経今回のほらあのえー、っとこの C CBS のインタビューで出たって話ですけどもこれねえー、今日虎ノ門ニュースで私お聞きしたところによると7億円7億円報酬もらったんですってね7億円ですよ 175K ですからね <laughs> 175個室ですよ <laughs> 7億円ですよそりゃあることないことないこと何でも言いますわねさあすごい商売ですよね7億円ねえデイブ・スペクターさんかなんかが言ってたのが何か、えー、ニュースになってましたけどもえ何あの 人種差別受けたとか言うけど、馬鹿じゃないのっていう。アメリカの方がもっとひどいっしょっていうね。アメリカの人種差別、最悪ですからね。<laughs> で、えっ、ー、と、イギリス、イギリスだってそり人種差別あります。 ないのは日本ぐらいですよ。ねで、イギリス人種差別ありますけど、アメリカもっとひどいわけで。で、そら、イギリス王室入ったら、そら人種アフリカ系って、そら言われる、まあ別に、まあどう言われるかにもよりますけども、そのぐらいのことはね、別に。だってアフリカ系ってアメリカではめちゃくちゃ差別されてますからね。ええー。まだイギリスの方がいいぐらいですよね。ええー。だからまあ、 ななんていうのかな差別されましたって言ったらえー、っていう感じになりますけども、うん、差別的に聞こえる会話が1回だけしかなかったとあ,あのこの、えっとえー、番組の中ででしょ王室全体の体質を表しているわけじゃなくてヘンリー王子が言うにはその差別的に聞こえる会話がしかもその会話を誰がそういう話をしたのかっていうのも明かされてないんですよ。 ええ、でどうもエリザベス女王とかあのチャールズ皇太子とか主要メンバーではないらしいんですよ王室関係者って誰よ関係者って出入り業者かもしれませんよなんか野菜を収めてる出入り業者だって王室関係者ですわそうですよね関係者誰って話でしょ <laughs>、ええ、そんな、ええ、誰がどう言ったとも言わずにね、ええ、関係者ですからね えー、何言ってんのって話ですよだから誰が言ったんですかいやそれは明らかにできませんって関係者ですって王室関係者関係者って相当たくさんいますからねあそうそう家政婦は見たとかねお掃除のおばちゃんかもしれないしえー、かりませんよ、えー、もしかしたらオウムかもしれませんよオウムってなんか喋るじゃないですか王室関係者ですよね飼われてる鳥なんかねわかんないですそんなものは。 7億円もらって175個もらってんだからそりゃリップサービスどういうも言うでしょいやだってさ私ねあのお嬢ちゃん嫌いなのよだってね自分の認めてほしい自分の自由にさせてほしいって自分が自分がって言う割にはさ王室に対して何の興味もなく調べたこともないってわけですよ尊重するから尊重されるのであって 自分はあんたたちのこと尊重しないよと。その代わり私のことは尊重しろってそんなバカな話ありますか理解して理解されるんですよ。えだってもう最初から喧嘩越しだったでしょ自分のやり方変えるつもりないみたいな。エリザベース女王がこれ嫌いだから何クソババダメみたいな感じだったじゃないですか。 エリザベス女王の気持ちとか一つもね、あのね、あの、聞く耳もなかったわけですよ。靴にしたって、アクセサリーにしたって。これは私のやり方だからみたいな。えー、ばあちゃん黙っとろみたいな感じじゃないですか。それをね、だって王室の人間に入る、になるにあたって王室のこと知ろうともしない。そこに何の敬意もない。えー、だからそういうね、自分が自分が自分がって言って、ね。や、やっぱね、あの、女優って言っても、ほら、実際に王室に嫁いできた女優さんいたでしょ あのほらモナコに嫁いできたイギリスのじゃあアメリカの女優さんがいたじゃないですかグレース・ケリーだ、えー、いやもうグレース・ケリーとかいやもう素晴らしいですよあの方でもそれは素晴らしいね女優さんでもうこの方がですねおあのモナコに嫁いでですね、えー、そして生まれてきた子供たちもいや本当にですね え綺麗な顔をしてますしねでそのね可憐なえ可憐なその女優さんが本当のスーパースターですよこの方がちゃんとです、ね、王室の中に収まっていくわけなんですよねいやあれではですねあのずっとねメーガンさんと並んだらもう全然もうもう本当誰か書いて比べるの申し訳ないけどももう全然違うんですよね、えー、だからまあ、ね、そういうつまんないのに引っかかったんだよねヘンリー王子が。 つまんないの引っかかったのよ。うん。やっぱね、グレース・ケリーのようなね、だってね、もうグレース・ケリーって言ったらもう、オードリー・ヘップバンドのライブ美女ですよ。そして、そのね、えー、イメージ通りにちゃんと王女、あの、女王を振る舞ったわけですからね。えー、すごいですよね。だからね、このね、しかもね、このお嬢ちゃんもね、 えー、耐えて耐えて耐えたわけじゃなくてもうすぐ嫌だって言って出,ちゃ出てっちゃったわけでしょ何なのって話ですよだからもうねイギリス王室がレイプされたみたいな感じになってんですよひたすらねやられただけですよえな何なのって話ですよっいうか英国王室かわいそうでしょだってこれでね950年来てんだから、まあ、日本の半分以下とはいえね900年以上やってきてるわけだからさ そこに何の敬意もないわけでしょそれを自分のために利用しようっていうのが、これが経験っぽいわけですよ。こういうものをね、自分の利益のためなんてね、ねえ、ダメでしょそんなの。歴史に対して敬意はないんですか自分がね、愛する、ね、ヘンリー王子の背負ってるね、その背景とか家とか家族とか、その家のルールとか、家のものの見方とか、そこに何の 興味もない、配慮もないって。じゃあ、その人、じゃあ、夫のこと本当に愛してんのかって話ですよ。え夫の家族は愛してない。え夫の大切な人はどうでもいい。夫の家、興味ない。でも、夫だけは好きって、そんなバカなことあるんですか夫のこと本当に好きだったら、その人にとって大切な家族も大切じゃないですかこれも、経験集がするんだよ。なんか、親子関係揉めてんの、なんかさも、北総園でんじゃないかのかな、みたいなね。 え自分のこの結婚の関係でね、なんか向こうの家庭がぎくしゃくしちゃってる自分のせいとわかってながら何の対処もしないわけでしょええー。これはなんか経験っぽいんだよね。う、え、ん、ー。でいて、この、何、百何十五個室もらって出て、暴露話暴露話よ。え、それで儲けてんのよ。<laughs> やばくないこれ。 いやで、これで何人種がどうのとかっていうので、それでイギリス王室ひどいわねってことになって、それで何なんかそれをメーガンを批判したイギリスの番組の MC が降ろされたりとか言ってますけども、意味わかんないよね。だからやっぱね、この王子もね、女見る目ないよな、ね、ええー。でもこの人は、 本当に、ね、その人と結婚することによって、ね、どういうふうになるのかっていうねそれをじゃあイギリス国民はどう見るのかじゃあ自分の家族はどう見るのか家族は幸せを,を祝福してくれるのかどうか、まあ、いろんなものをやっぱり考えなきゃいけないと思うんだけど、えー、で今どう思っているんですかねこ,こに正しかったと思っているんですかねというかもう完全にこのお嬢ちゃまの尻に敷かれちゃってる感じじゃないですか。 ええ、反王室みたいな感じになってエリザベス女王かわいそうでしょエリザベス女王なんか悪いことしたのしかも人種発言う々ぬんってエリザベス女王でするないんだよかわいそうじゃないあんなご老体でさね国民のために尽くしてきた女性をねこんな仕打ちそんなアメリカの三流女優ごときが 何を偉そうに冗談じゃないよ、本当に。ねえ。イギリスかわいそうよ。女王かわいそうでしょうよ。なんか悪いことしたわけは当、あ、ほんとひどいよなつまんない女に引っかかったね、これまた。ねえ。私もつまんない。